どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、救っていきたいモンスターがいましてね、私には何でしょうか皆さん。そうです、デビルフランケンさんこんなモンスター救うなっていう意見があるのはわかる。俺もそう思う。ぶっちゃけ俺もそう思うんだけど、これリミット1にされまして、今回の規制で、まあ、OCG と全く同じ運命を背負ってるわけなんですけどもこんなモンスター作ったやつクビにしようよ。でこのモンスターなんですけども、まあ、今までは今3枚詰めたんで、まあ、結構な確率でお邪魔と、キャバラリーっていうのを出せるようなデッキ構築だったんですけども、今回からもう1枚しか入んないんで、もうどうしようもないんですよ、マジで。どうしようもないから、だからどうするかっていうと、出すこと、デビルハーキーをまず出すことに先行で特化する必要があると。でプラスデモンドチェーンとかカナディアをケアできないんで、あの効果とかをキャバルリーで、だからそのカードを代用カード、こういうカードでケアしていくしかないなっていう、そういうデッキになってます。ですね、あの僕デビルフランケンのデッキぶっちゃけ好きじゃないんですよ。使われたらクソイラつくし、めちゃくちゃうぜえなって思ってるんですけど、遊戯王ってちょっと難しくて、使われるのすごい嫌なのに、なんか使うと楽しいっていうデッキないですか。そのなんか使うのはいいんだよ、自分から、俺が使うのはいいけど、お前が使うのはダメっていうデッキ、もう典型ですよね彼はあれなんか俺おかしいこと言ってる、なんかおかしいこと言ってたらごめんね。あのそういうのが遊戯王だと思うんですよ。遊戯王ってそういうゲームだから。だから今回は LP 増強あるベータを使って、これ1000枠減らす、あの増やすっていうライフを、好きなんですよ。これで5000以上にしといて、5500にしといて、で、絶対先行のデビューフランケン立てて、でそれで効果使っていくっていう感じですね。まあ、ダウンビートっていうこのカードが、自分のフィールド上のモンスターの種族属性が1個低いモンスターをデッキが特殊ができるよっていう効果なんで、これをなんとか引いてこの辺のモンスターをダウンビートしてこいつにするっていう、そういうデッキです。はい、甘んじてね、甘んじてこのデッキの、評価をね、低評価はね受ける俺だってゴミデッキだもん。デュエルスタンバイ。さあ壁とやってのデッキのお出ましだぜ。よーしよ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 し、結構ねデビフラ出すだけだったら結構いけんだよね。さあここはサイコショッカーもいるんで、あとはちょっと分からせることができるかどうかっていうところ。最高、おいでませお邪魔キング様こいつもっこりしすぎなんだよな、こいつもっこりしすぎだろ、こいつどんだけもっこりしてんだよ。よしモンスターゾーンを埋めていくぜ。俺はデビューフランケンを救いたいちょっと頼む、ちょっとラバー語だけ頼む、ちょっとマジで。よし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 、おっきい、光るか、光んねえバカタレが、おらよ、ウィー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 壁とやってろ。さあ分からしてやるぜサイバーリュウさんよ。え1 10、やべ、煉獄打ってからだな、これ煉獄打つ、なるほど、で煉獄打つ、ちょマジでダウンビート、ダウンビートダウンビートダウンビート天才神神ゲー、予想外の効果発動。ちょっとサイバー流だと思うんで、あれですね、サイコショッカーかツボが欲しいといったところだが、まあ、とりあえずこうして、いやーデビルランケンいけ、よっしゃ壁とやっていくぜ。遊戯王はじゃんけんだ、おいでませお邪魔キング様、もっこりキング様が降臨するぜこれ失礼だろこいつ。よし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 、デュエルは拒否していくぜ。お前とデュエルはしたくねえ俺は、お前とデュエルなんてしたくねえ、会話もしたくない俺は。でこうしてシンクロしていこう。アルマデス
アルマルスですね。これさ、ゴシンクのさ、なんかもうちょい強いやつがいればね、なんかワンチャンあったんですけどね。なんか罠止めるみたいなゴシンクのやついないの、遊戯王に。そういうのいればね、強いんですよね、汎用の。そんなやついないか、さすがに。さあ来い。ちょっとサイバーネティックオーバーフローっていうカードがあるんで、ちょっとなんとかそのサイコショッカーだけはアドバンス召喚したいですね。早めに早めにね、なるべくなる早で。まあそれ積み木されてなければサイバードラゴンコアを出せないし、あのコズミックサイクロン打ってサイバードラゴン、プロトサイバードラゴンも出せることないので、よし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 、オッケー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 。あ、来ないか来ないか来ないけど普通に召喚するわ。ジェネシスコントラ、ジェネコンビクト行け。はい、バトルでーす。こっちから行こう。タイツオールとかない。これも殴っていく。で、プロトサイバードラゴン出せるんだったら出していいよ。プロトサイバードラゴン出せるんだったら全然出していい。いいですよ、出してください。これがデュエルリンクスだ。よーし、先行だ。神ゲーだぜ、デュエルリンクスだよ。来い、神。シンプルに引いていく。シンプルにデビルフランケンを引いていく。 おいでません。お邪魔、究極合体、お邪魔キング様。そしてモンスターゾーンを使われていない箇所を指定し、すべて封じていく。はいはい、勝った。はい、完全に勝ち。さあ3枚くらい伏せるんだな、カードをな。あっ、神無の煉獄やそう。あ、神。強このデッキ、強このデッキ、このデッキ強すぎ問題。でダウンビーだぞ。さあ現れよ、デビルフランケン。デビルフランケン様の効果を発動。お邪魔、究極合体、おいでませ。1、10、100、1000、まん、じょーめー、サンダー。さあ、モンスターゾーンを3箇所押さえていくぜ。遊戯王、どうやら理解したようだな。そうだ、これがデュエルリンクさん。どうやら理解したようだな、マサキャンズよ。これ脱法ライフこそか、これ脱法やろうか。無の連行いいだろう。デビルフランケン出せるものだったら出してみろよ。出せるものだったら出してみろ。これ絶対デビルフランやん、絶対デビルフラン。これおー、いえ、こいいだろう。デビルフランケン引いたところで出せるんですか、マサキアンズさん。出せるんでしょうね。出せるんだったら出してごらんなさいよ、デビルフランケンを。